里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、ドラフトの続きなんですけれども、はい、なんか最近思うんですよ。本当に里崎チャンネル広がってきてますね。広がってきてますか。はい。いい感じで。いい感じで。もうちょっとでね。うん。40万登録いきますからね、はい、年内に行きたいですね。そうですね。あと何万人ぐらいですか。あと1万人です。あ、はい、行くんじゃないですかね。はい、あとね、うん、もうちょっとで1億回再生いくんですよ。おお、これはすごい、はい、もう月内はい行きそうは行くと思うんですね。はい、11月もうあと100万再生前後ぐらいだと思うんですよ、はい、うん、この動画が出るときはもう切ってるかと思うんですけど。おー、すごい。1億回再生ですから。はい、なんかすごいですね、1億って。やっぱいいですよね、響きが、ね、はい、1億ね、1億、1億円1億円1億円なったらいいですよね。あの、総合収益が言いたかったのは、その収益の話とかじゃなくて。それじゃない。それじゃないんですよ、全然。そんな、それよりいい話があるんですか。いや、でもちょっと聞いたんですけど、はい、その日本ハムにドラフト6位で入った今川選手っているんですけど、はい、今川優馬選手、東海大4から、はい、東海大北海道、JFE 東日本、はい、北海道出身、23歳。動画の中で佐藤さんも注目してるって言ってましたけど、ね、はい、里崎チャンネルをもう里崎さんの現役時代からの大ファンでもうずっと見てるらしいんですよ。だから、はい、やっぱプロ入りできたんちゃう。なんかありがたいですね。いや、里崎さんにここで名前出してもらったのがすごい嬉しかったって、ね、はあ、言ってたらしくて、はあ、そう、なんかまた取り上げてもらえるように、はあ、ルーキーイヤー頑張りますって。そうっすね。したんですよ。それはもうね、はい、僕も人間ですから、はい、応援してくれるって言ったら、はい、こっちも応援しますよね。そうですよね、はあ、はい、やっぱそれはメディアで名前を、うん、はい、言うことも増えますよね、はい、だって、はい、人間だもん。嬉しいですよね。そうです。応援してくれる人のこと応援したくなりますよね。そうです。その代わりね、あのミスするとちゃんと、うん、あの批判しちゃうんで。あ、そう、見てると言うとき言うから怖いんですよね。そこはね、はい、あの公平に、はい、だちょっとでも頑張ったらすごい頑張った風に言うけど、はい、ミスしたら同じように言われるんで、はい、今川選手気をつけてください。いや、頑張ってくださいね。そうですね、はい、ぜひね頑張って、うん、はい、まあこっからがスタートですから、うん、ね、で、あのプロに入ってしまえば、はい、正直ドラフト1位もドラフト6位もドラフト10位も関係ないんですよ、はい、入ったら横一線なんですよ、うん、あと頑張ったやつだけが上に行くだけなんで、はい、頑張ってもらいたいですね、はい、ぜひ。そんで1年後にね、うん、1年後通信もあるから、ね、さあ来年ね2021年になって、うん、まあ、この10月ぐらいに、うん、さあ、2020年のドラフトをちょっと研修してみましょうかみたいな、はい、じゃあ今日は日本ハム編、はい、日本ハムなんとドラフト6位の今川選手が大活躍みたいな可能性ありますよね。なりたいですね、はい、はい、今これ使うとね、1年後に今のやつも別使う可能性もあるんで、ね、はい、そうですね、まあ、全部頑張ってもらいたいですね、はい、はい、あと引き続きご視聴ください、お願いします。さあ、ということで、はい、ということで今日は今日はですね、はい、あのソフトバンクです。日本ハム終わりましたからね、はい、今日はソフトバンクというところで、はい、僕ちなみにソフトバンクなんて言ってました。ですね、まあ、1位は佐藤君に行くだろうと、はい、はい、で、まあ、あのマッチの後釜が欲しいから、うん、三遊間のパワー系を、まあ、取りに行くだろうなって話をしてました、うんうん、というところでね、はい、まあ、1位は佐藤君行って、うん、で、まあ、くじ引きを外して、はい、うん、井上智也選手、はい、名前がいいね。そうです。あ、智也だから、ちょっと感じが違うけどね。はい、はい、花崎徳栄から、はい、ね、センターへが候補にも長打が打てるスラッガー、高校通算50本というところで、まあ、マッチの後がますね。そうですね、はい、だからソフトバンクはね、ピッチャー1人、キャッチャー1人、内野2人、外野1人、うん、で工藤監督、うちの内野手は年齢も上がってきていると、うん、指名した高校生たちが早く1軍で活躍できるように将来は日本を代表するような野手に育てたいというね、うん、コメントですけども、みんな高卒ですか。そうですね、全員育成以外は、だから試合外で取ったのは全員高卒ですね。そうですね、だから試合外5人、育成8名の、うん、ドラフトになりましたけども、はい、まあ、1位はね、井上智也選手、うん、まあ、だからこのスラッガーでね、はい、これはもう完璧マッチの後釜狙いですよね。で、2位が笹川義康外野手、はい、ね、高校生離れしたフルスイング、高校通算40本記録、俊足を生かした走塁も魅力の一つと、うん、3位が牧原浩太捕手、日大藤沢から高校通算29本、
誇る強打者、はいね、で4位が、青森山田、うん、内野手川田純平選手、甲子園存在感を放つショート、玉際に強く守備範囲が広い。で5位、田上壮太投手、履正社から、投手転向2ヶ月で150キロマーク、恵まれた体格、185センチ、投げ込む直球は威力抜群で伸びしろ無限大、好きそうソフトバンクが一撃必殺っていうところで、はい、もうソフトバンクのね、ドラフト戦略 も、はい、超簡単だったっつって。あ、そうですか。はい、優勝してますし、うん、戦力、うん、今すぐはそんな別にいらないです、うんうん、全員高校生で育てますって、はい、うん、確かに分かりやすいですね、うん、佐藤君ね、取れてればよかったですけど、はい、だもうしっかり高校生で、だから去年もソフトバンクはピッチャー1人、キャッチャー1人、内野1人、外野2人で、はい、まあ、1位はね、佐藤選手、JR 西日本、うん、で海の保守、はい、大学で、あの去年は結構大卒取ってるんですよ、うん、で5位の柳町選手、慶応とね、で高校生は4位の小林選手、はい、内野手だけだったんで、去年は大卒社会人取ってるんで、はい、今回は高卒で、でまあリーグ優勝もしましたし、はい、そういったところでも、うん、まあ、若干余裕が出てきたかなっていうね。そうですね、ここからスターが出てくればいいなっていう、うん、ところですね。気になるところないですか。気になること、コントラフトで、え、なんだろう、え、ピッチャーもいるしキャッチャーも取ってるし内野も外野もバランスよく取ってますよね。でも甲斐も若いじゃないですか、キャッチャーね、はい、で去年も大学有数の、うん、はい、東海大から海の星取ったじゃないですか、はい、今年もまた、うん、キャッチャー、キャッチャーで、その前は茎、はい、取ってるじゃないですか、はい、キャッチャーいっぱい取ってるのに、はい、まだキャッチャー、うん、毎年、確かに、なんで思わんすか、はい、思うでしょ、うん、答えあるでしょ、へ、答えはですね、はい、簡単で、うん、プロ野球は、はい、キャッチャー支配下だけで最低7人いるんですよ。支配下で、はい、最低7人はいた方がいいですよ。なんでかっていうと、うん、3人怪我した時に、うん、1、2軍試合できるかどうかが僕は大体基準だと思ってる、はい、で7人いると、うん、3人怪我して4人じゃないですか、うん、で万が一1軍に3人いたとしても、はい、2軍1人でまあ回せるですね、うん、もしくは 2D で回せるじゃないですか、はい、6人いて3人になっちゃうと、うん、1軍も2人で行くしかないんで、はい、もし代打とか出したくても出せない状況になってくるんで、うん、なかなか難しいから、僕は万が一3人怪我した時に試合が回るかどうかが大事だから、最低7人いると思って、はい、で今年の、ソフトバンクのキャッチャー登録が高谷ね、はい、うん、でももう38歳ああ高谷選手ってもう38ですか。甲斐が28歳、はい、で栗原24歳、うん、で谷川23歳海野23歳、はい、で久喜22歳と、うん、っていうところで1、2、3、4、5、6人、はい、だ6人なんですよ。栗原選手もうキャッチャーどうなんですか、やるんですかね。でも栗原はもうキャッチャーやんないから、やんないですもんね、うん、僕多分転向やと思うんですよ、はい、ガッチリ、まあ何かあったらできますよぐらい、はい、だから要は5人になっちゃうんですよ、うんうん、栗原抜けると、あ、試合下が、ね、だから何気に試合下がキャッチャーいないんですよ。そうなんだ。だからそこは穴埋めしなきゃいけないっていうところで1人取ってるんですよね、はい、でも育成で3人いるんで、はい、2軍は回るんですよね、うん、うまくいけばね、怪我人が出たとしても、はい、うん、でも支配下が5人はさすがにきついですよ、はい、確かに。だからその数を保つためにもキャッチャーを取んなきゃいけないっていうところで、はい、この3位の牧原選手、まあ、育てていく選手を取っていこうと、取ったっていうねところもあると思うんで、なるほど、キャッチャー毎年取るなっていうところにね、はい、まあ、そういったところに答えがあるっていうね。そうなんですね。でまあしっかりね、この上の井上選手、まあね、マッチの後釜っていうところと、うん、まあ、外野手もね、やっぱ次に来る選手たちを若いのがね、やっぱ育てていきたいっていうところで、まあ、基本的に本当にね、大学社会人の即戦力にこだわらず、うん、まあ、長い目で見てしっかり育てていこうっていうところで、うん、まあ、5人ね、でそこからまた育成が、そう、8人も佐藤弘樹、はい、慶応大学から、うん、投手、中道雄也、八戸、八戸学院大学、はい、で3位が桑原、はい、海村学園、うん、で育成4位、早慎之助京都国際、はい、で5位、尾形陸、駒大から、うん、伊丹翔馬、保守、明豊、大城慎吾、投手、宜野座、中村亮太、東農大北海道大津、だから育成は大卒1、2、3、4人ですね、はい、で高卒4人というところで、まあ、ここはね、3軍戦引いてるんで、はい、しっかりそこも回していかなきゃいけないというところでね、うん、育成選手を取って
まあ、どう出てくるかってね、はい、いうところですけども、まあ、ソフトバンクの育成は育成といえどもね、スター選手がいっぱい出る、うん、でもそんなに育成出てこられたらね、試合外で取った人たちが活躍できてないってことだから、確かに、あの、もろ手を挙げて喜ぶべきことでもない。あ、だって、はい、あの、試合外で取る人っていうのは契約金払ってるからね、うん、そうですね、億とか何千万も、育成はないのか、契約育成は多分支度金っていうのが、はい、ひょっとしたら数百万円ぐらい、うん、はい、まあ、これ詳しく分かんないけど200万とか、はい、そういうのがあるかも分かんないですけど、うん、そういうのないから、うん、でも試合がっていうのは上は1億円、うん、下でも 2,3 千万、はい、下手したら 5,6 千万払ってるわけでしょ、うん、その人たちに先行投資して活躍しないって俺は問題やと思って、はい、そうですね、確かにチームとしては嬉しいことだよ、はい、でも、うん、やっぱその基本は試合がで取ったやつを活躍していくために先行投資でお金払ってるんだから、うんうん、そこを見抜けてないっていうのは何かしらの問題があると俺は思ってる。そうですね。いや、でも今、まあ、周東選手、千賀投手、甲斐選手って活躍してるから、うん、育成の人たちもそうなれるっていう希望というか、こう未来はね、持てますよね。だってね、今年で言えば、はい、あの、育成最下位の甲斐がね、はい、優勝して、うん、でその投手の1位が戦力外になってね、はい、あ、そうでしたっけ、楽天で、あ、からそっかそっかそっか、はい、っていうね、はい、何が起こるかわからない、うん、だからね、さっき の、 あの今川選手の時も言いましたけど、はい、入ったらこっちのもんよ。そうですね、どうが選手はね、うん、選手は入ったらこっちのもんだから、そっから頑張って頂点の上を詰めなきゃいけないし、はい、取る方はもっとちゃんとやっていかないと、はい、無駄なお金を会社に払わされるっていうところね、はい、なってくるから、はい、そこはもうちょっとどうにかした方がいいんじゃないのって思うところは俺は個人的にあるけども、はい、でもまあその高校生をね、うん、まあ、多めにとってっていうところで、まあ、分かりやすい感じになったかなっていうね、余裕のあるドラフトって感じですね。で逆にね、うん、去年のドラフト1位の佐藤選手とかね、はい、まあ、この今年の高校生に負けるわけいかないですよね。そうですね、あと海野捕手もね、うん、だから同じポジションの人を高卒で取ってこられてるから、はい、負けるわけにいかないね、去年のドラフトの人たちも、うん、そうですね、去年のドラフトで1軍に、まあ、結構いたのは津森選手とか、うん、まあ、柳町選手も最初最後に対してけど、はい、ね、うん、でまだここから高校生来てサバイバルになるわけだから、はい、油断できないですよ、ね、いや競争が激しいですね、ソフトバンクは特に、うん、そうですね、でも今年ね、うん、そのあのタイトルっていうところも、はい、あの育成から上がった周東、うん、千賀、はい、石川も取りました、最多勝、ね、はい、でそれとあと誰や、まあ、でも それぐらいかっていうね、うん、タイトルホルダーにもなるわけじゃないですか、はい、だかそういった面でもね、まあ、この高卒の選手たちが何年後にね、うん、出てくるのか、はい、はたまたまだこの育成から、うん、誰かが出てくるのか、出てくるのか、うん、分からないですけど、はい、そういった面では、まあ、ソフトバンクはね、さすがの王者ソフトバンクっていうようなドラフト戦力だったかなっていうね、いうところもありますけど、はい、これはまた1年後、はい、他で1年後ね、この2019年のドラフトの選手がどうなってるのかを見たいです。あ、そうですね、大卒社会人で、うん、要は2年目になってくるから、はい、そういうのを見ながらね、まあ、あのチェックしていきたいなと思いますけど、まあ、ソフトバンクはね、王者のドラフトでしたね。はい、そうですね、はい、だから1年後だとだからもう余裕の高卒ばっかり取ってるので、はい、1年後はそんなに変化ないかもしれない。そう、だから多分評価はね、うん、B ですよ。はい、もう今言っちゃう。いや、わかんないです、高校ね、卒業してもう何勝みたいな、17勝みたいなピッチャーが、ね、いや、もう最近の高校生は無理よ、体力ないから、そんな1年目からローテーション回れないよ。しかも特に今年はそうですね、うん、練習がなかなかできてないから、うん、高校生たちですから、だからあの、うん、B ですよ、そんなあの1年目で測ることはないっていう。はい、でも、はい、去年のドラフトが、うん、C ですっていう下がる可能性もあるんですよね。そうですね、今年 B って言ってたのが、うん、C ですなる可能性もある、はい、でも B って言って A になる可能性もある、はい、そういう見方をドラフトはしていかなきゃいけないですよ、うんうん、何回も言ってるんですけど、はい、まだ始まってもないのに、はい、評価なんてつけてる場合じゃない、はい、でもまあソフトバンクはね、本当に王者のドラフトだったなと、うん、まあ、その穴をね、今年齢の選手の穴を埋めるべくね、選手が誰になるのかをね、はい、注目しながら見ていくと面白いかもかんですね、はい、はい、